フランソワ・グザビエ・ド・ブルボン・パルム、1889年5月25日から1977年5月7日は、ボルボーネ・パルマイエイ・エチョウ。カルリスタの一派によって、カルリスタのスペインを落として押された。イタリア語名は、フランチェスコ・サベリオ・ディ・ボルボーネ・パルマ、スペイン語名は、フランシスコ・ハビエル・デ・ボルボン・パルマイ・ブラーガンサ。最後のパルマ公・ロベルト・イッセイと2番目の妻。 マリーア・アントーニアの間の次男として、構い俺に生まれる。第一次世界大戦中、兄シュクストと共に、ベルギー軍将校となっていたが、兄と共に妹、チタが皇后だった、オーストリア・ハンガリーの連合国との、単独講和交渉に当たった。母方のオバ・マリア・デラス・ニエベスの夫3杯目校、アルフォンソ・カルロスは、カルリスタの支持する、スペイン王、アルフォンソ・カルロス一世であったが、 1936年に死去するトボルボン家のカルリスタ多い請求者の男系は断絶した。アルフォンソ・カルロス自身はグザビエを後継者に指名していたが、他にもアルフォンソ13世の王子たちやアルフォンソ・カルロスの名ブランカの抜主であるトスカーナ代行し、カルロスピオを押す諸派があり、カルリスタは内部分裂した。 グザビエは1936年から1952年まで摂政を、その後自らスペインを落として、ハビエル一世を称した。第二次世界大戦中、グザビエは、ベルギー軍の砲兵大佐として従軍した。ベルギーの降伏後はスペインへ亡命しようとしたが、フランシスコ・フランコに拒否されたために、フランスのレジスタンス運動に参加した。マキを支援していたが、 1944年7月22日に、ゲシュタポによって逮捕された。夜と昼が適用されて、クレルモンフェランに収監された後、連合国軍の進撃に伴ってナッツバイラー、強制収容所、ダッハウ強制収容所などを転々とし、1945年5月4日に、アメリカ軍によって解放された。晩年の1974年に、老い、ロベルト・ウゴが死去すると、 ボルボーネ・パルマイエイエチおよ及び名目上のパルマ行為を継承した。妹・チタのもとを訪れに、スイスのチツアースに滞在していた最中の1977年5月7日、心臓発作のため死去した。遺体はソレムのサンピエール修道院に葬られた。妻・マドレーヌ、ヨンジョマリー・デ・ネージュと1929年11月12日にリニエールで、 ブルボン家の諸子の家系の一つ、ブルボンビッセ家のマドレーヌと結婚した。マドレーヌとの間に二男四女を設けた。ありがとうございます。